泉市の障害福祉課にまたまた来ております。これも人取られへんからね、職員移ってもいいんだけど、これね、この前やったやつをこれ改善をいただいたので報告でございますよ。これね、椅子のとこにも書いてもってね。で、私が来たのは21日で、もう今日はもう6月入ってるんですけども、25日の月曜日から変えていただいているということで、はい、どうもこちらです、番号札はこちらということでね、番号札取ってねっていうことになって、こんなことになりました。で、これだけじゃなくてですね、これがね、20番までこんな20番までいるかとも思わんでもないんだけど、これはええねんけども、さらにですね、これをやっていただきました。手話通訳と筆談の対応機もね。で、前まで聴覚障害の方どうしてたかって言ったら、これをね、ピンポン押したら、その手話ができる方がですね、担当で対話するという形であったということやったんですけども、これどうせ番号作るんやったら、もうこれもこれもやっぱり配慮せなあかんやろということでね、さらに私が言うてた以上に配慮をしていただけるようになりました。これも非常に良かった例です。迅速にやっていただいて、泉の市役所の方々ありがとうございました。人の痛みは己の痛みということでね、それをこれからもモットーで活動を続けていきたいと思っております。ありがとうございます。